ってると思いますけど、ね、宮ですらせればというところでした。またこのセカンドボールですね。鈴木のクロス、またアンリカ押せるか、押し込んだ、先制町田ゼルビア。 J1 初勝利に向けて町田が先手を取りました。最初のボールは弾くんですけど、やっぱここですよね。セカンドボールに対してのプレッシャーが少し甘くなったのと、はい、まあ、あとはこう人数かけて相手が入ってきているところに対しての、はい、まあ、やっぱり寄せの悪さですね。寄せの甘さ、まあ、これは鹿島戦もあったんですけど、こういったところですよね。ただいいボール入れましたよね今ね、はい、最後は藤尾のフィニッシュでした、はい。スタメン起用、藤尾が最後は押し込んでいきます。